おはようございます。富士おーでございますよ。ここにいますよ。マネーすんな。チョコメロンパンです。これです。反対になってる？ん？合ってるね。母ちゃんがね、これザラザラしてたってるんですよ。メーカーが違いますか？この、他の YouTube 見てたらですね、小さいものとか、こう、こんなぐらいの大きさですよとか、こう、やったりとか、なんか分かりやすいように、なんでこうやるか分からん、YouTube やるかってですよ、私も真似してやるんですけど、奥さんと居酒屋で、なんか食事してるときに、この人、YouTube そっから映ったんですよ。こうしてましたよ。奥さんに向けてましたよ。なんでですかね、あれ。あれ疑問なのって言うと、こう、奥さんに向けてこう。だから YouTube に向かうとこうなんです。まあ、奥さんを大事にしてるんですけどね、YouTube に。お前、こうぞ。いい？こう見られたら。普通、こう、やるじゃないですか。例えば、小さいものとか、このね、手のひらタイプするとか。あの人、こうやってます。いるんですよ。いろんな人が。だから楽しいですよ、見方によって。で、そこら。今日もいろいろ見てました。そしたら、もうあんまり誰がどうこうって言わずに、見ましたっていうことでやりましょうかね。その人たちがあんまりよく思わないかもしれないんで、私も、自分のことを、自分の動画のこととかやってあんまり好きじゃないんです。みんなそうなのかなと思って。私は感動したりして、その人たちいいなと思って言ってるけど、その人たちから見たら何のコメントもなかったり、まあ見てないんでしょうけど、何もないんで、実際自分がもし何かあって言われたら、そこへ行くとか、そこの、まあその人がどういうあれだよと、ありがとうとかなんとかやりますけども、YouTube やってる人って、わりかしそういう、まあ自分がって、自分が上に行きたいっていうのでやってるんで、ないとは思うんですけど、まあそれがいいことなんですけど、だからあんまり言わない方がいいのかな。私のためじゃない、そっちのために。私みたいな底辺の人間が言って、お前何言うんだってまた突っ込む人もいるんで、もうやめたいんですけど、ただ YouTube を見てて、頼られる人とかやっぱりあるんですよ。まあその人はいいんでしょう、名前言っても。ヒカルさんとかですね、よくヒカキンさんとかお金を貸してくださいっていう、このコメント入ってたりして、それに対して、一回見たことあるんですよ。ヒカルさんが行って、対応してたんですけども、貸さなかったんですけども、めちゃくちゃ行って、めちゃくちゃ言いながらも貸さなかったんですよ。で、あれはなんであんな動画を作ったのかなと。その人は借りたい一心なんですよ。私もそうですけど。借りたい一心で、どうにか下手に出て、どうにかなんとか言って、最後まで無様な格好でも、最後はもう少しぐらいは貸してくれるんだから、で我慢してると思うんですよ。で、挙句の果てには動画で晒したり、いろいろコメントされたり、自分のネタに使ってもらったりして、最終的には貸さないと思うんですよ。私でも貸さないと思います。まあ貸しかねないんで、私の場合はあったら私は貸しますよ。ある程度の本当にお金がいっぱいあって、なんか、あんまりたくさん自分が必要だなと思うんですよ。自分が今苦しいんで、苦しい人、もには、私は貸すと思う。だから、ないから言えてる話です。だけど、この、借りる人ってですね、私が思うに、いろいろあるんですよ。借りる人。弁当屋さんもあれば、例えば土建業の人もあれば、パチンコでお金なくす人もある。いろんな人があって、気持ちは一緒なんですよ。この気持ちから逃れたいって気持ちなんですよ。お金があったらいいのにな。だから人を殺す人もいるんですよ。最終的に追い詰められてって。騙したりして。だからそこぐらいお金に対する、私も思わなかったですよ。今はその、逆に言うと今、お金を貸して偉そうにしてくる人たち。あの人たちに僕に私怒ってましたよ。サラリーマンの頃バンバン怒ってましたよ。そしたらその人たちが、今はもう知らんぷりしてますけど、
ある時は私をやってた方ですよ、実際自分で、ね、ここにいるように怒られるんで。だから今お金ないんです、見てるじゃないです、自分にやらないのに。ネタですから、これは聞いてもいいですよ、あの人たちに。あの今ここへ来て私にいろいろ言ってる人たちの、あの人たちは逆に飽きりますよ。部下に嫌われてましたから。でもその時は私は好かれてましたから、怒ってたんで。だからそうやってでも会社とかにいるとわからないんですよ。自分があってパン買っただけで、あいつはパン買うないんじゃないかという人もいるし、経営者にも。私の動画見ていただければと思います、言ってます。それでいろんな、もう千差万別じゃないですか、いろんなお金を借りたい人がいて必死なんですよ、借りるためにはどうしようか。で今もこう見てたら、その人は自分がもう最後の最後までこう謝ったりやってるんですよ。あれはあそこまでやって最終的に借りようと思ってると思うんですよ。どうにかして、どうにかして借りたいんですよ。結果なければあると思ってるんですよ、最後まで信じ込むんですよ。下手に出て、下手に出て、惨めになって、それでも借りれたら借りようかな。私から言わせてもらうと貸さないですよ、人間は簡単に。なんでかって、私は身内で自分を口から産んだ人でも私に死ねって言って、私にこんだけ毎日喋って侮辱してても、こんだけ昨日も一昨日も自分の老後のため、自分のまあお墓を作りたい、自分のお墓が、死んだ後のお墓が大事なんですよ。自分の息子たちも生きていく家庭とか孫たちとかよりも、自分が死んだ後ですよ、お墓が綺麗だったっていうのを誰が見てわかるんですか、誰が見て喜びますか。その時その終わった時、そのお墓には行きませんよ、その人って縁切りますから、もう切ってますから。そのぐらい私は貸せないんですよ、貸せないっていうことを思ってるんですよ、世の中の人間は。だから身近で貸せないもの誰が貸すんだってことですよ。いくら YouTube とかでいいこと言って優しそうな人がいても、この人は金持ってても貸せないと思うんですよ。私は貸すかもしれないですけど、借りるべきじゃないと思うんです。なぜかって言ったら、私はもうその極地に今いて、苦しい状況の中で毎日この人怒って、毎日お客さんを大事にして1円で、いろんな人がいると思いますけど、私もじゃあ弁当屋やめて他の仕事やればいいと思います、楽だと思いますよ。だからそこで維持して、まあ何て言うんですか、こだわって弁当屋やってる自由っていうのは負けたくない、これがダメなんですよ。負ける人間、負け癖の、負けるの人はやめて他へっていい、楽だと思いますよ。そっちの方がまだサラリーマンなら、私実際自分が本当にサラリーマンになって今までできたかのように、人におごるぐらい金があったかのように、どんな企業に行ってどんな会社アルバイトしてても大体上に行きましたんで、ここでできないのは人に言うこと聞かない人ぐらいですか。今あっち行ったんで言いますけど、一生懸命今こうでこうやって楽しいよ、弁当屋さんは儲かりますよ、儲かるためにはこうしましょうって動画行って毎日行ってますよ。で少し儲かったなーって見たら仕入れガーンって昨日も言ってますよ、昨日も水曜日なんで。で海苔は4つ買ってます。で海苔ぐらいいいだろって言うんですよ。身近でそういう人がいるんですよ。ラップもこのぐらいつけば、今もここでやってるんですよ、だブワーって今もこのパンもバンバン買って、あっちにパンもあるんですよ、お菓子も。で不平不満やるからいいんですけど、本当は泣きたい気持ちですよ、毎日。あの領収書見て、マイナスの数字見て、どうやって返済しようかな。で、マナーじゃ考えないですから。何も考えてない。海苔もこっちに2個あるのに、あっちに2個置いてるんですよ。大体普通、ここの海苔向こうに持ってくるわけじゃないですか。向こうにあるもの、新しい海苔向こうに置いてるんですよ。だからここにある海苔はそのままあるんですよ。そこにも甘酢もあるんですよ。そこに甘酢、新しい甘酢も来る。なんでそんなことができるかやったら把握してないんですよ、あの人は。砂糖でも玉ねぎでも何でも。卵2個持ってきてそこに置いたんですよ。どうするんだったら昼食べるって言うんですよ。今卵高いじゃないですか、10円20円。あれお客さんにやればいいんですよ。またお客さんの卵はまだそうですよ、まあこれはどう いいんですけど。だからこういう状況でサラリーマンやったら本当は儲かるのかなって思います。ただその中で女房と一緒にやってきて、母ちゃんと一緒にやってきて、ここまで来てるんで、で、あのバカどもが見て、あのお金貸せない、バカどもなんかお金貸せないで
なんでこんなこと言うんだって私のこと思うかもしれないですけど、私長男、次男、三男、次男いて周りいるんですよ、いっぱい孫、お姉さんの孫、その人たちに莫大に金貸すんです。あの人お金貸してるんですよ。だからみんなあの人によいしょするんです。だから来ないんですよ。あの、例えばあの人の兄弟にもお金貸してたんですよ、私前も。なんでって言ったら、私がアパート住んだ時に家賃いらないって言われたところ、いいよって、お母さんから借りてるからって言ったんです。こういう光景がいっぱいあるんですよ。傾向光景いっぱいあるんですよ。あの人が貸してる。で、たまに帰ると大学の時になんか近所のおばちゃんが持ってきてお金10万で渡しましょう。これ何借りてた、借りてたらしいです。貸してるんですよ、人によく見せるために。その、だから金も必要なんですよ、あの人は。人に貸したり、人にあげたり、人に自慢したい。だからこんな私みたいなのどうでもいいんですよ。そういう中で私はやってきたんで、貸せませんよ。特に私みたいに自分で経営してて、自分でうんちく言って、大体ですね、ああいう人、頼める人じゃないですか。ネット見てるんですよ、YouTube 見てるんですよ。 YouTube 見てるってことは YouTube の金額も出してるんですよ。どこで見てるのかわからないですよ。だからスマホ持ってるんですよ。私 YouTube なんかスマホいらないですよ。携帯もいらないですよ。私車もないですよ、もう本当に。あの人はバイク直して乗るって言うけど、バイクも直してもガソリン代出るし、いろんな自転車も あるんですよ。あの子供が持ってた自転車、電充電のあれあればまた行くじゃないですか、いろいろ見に。金使うじゃないですか。だから自分で切り詰めて自分で儲けること今必死でやってるんですよ。なぜって言ったら貸してくれないですよ、人間は。自分でやるしかないですよ。で、YouTube もなぜ私は見ているかって今言えるからですよ。だからそういう、じゃあこれが金になるのかって言ったら私も分かりません、それは。少しずつはなってますけど、これで儲かるんかって言ったら、だからあの今あの話題の人のその人の動画を見てるんですよ、いつも。儲かってる人、儲かってる人たち、お金を返した人たちの YouTube を、あの私はなんて言うんですかね、一番に見るんですよ、共有はどういう状況かなって。だから最近に言うと、あのホームレスとかはあんまり興味ないんですよ。もう家って儲かったんで、であんまり言うと豊かになったんで、あんまり興味なくなったんですよ、あのそういう人たちは。だから例えばその女性でも収入が3倍になりました、どうやったら3倍になるんだ、そういうのを見てるんですよ。だから長くなって話がつまらないから見てくれないと思うんですけど、お金はなかなか貸してくれませんよ、本当に。変な言い方だったら、まあ体の関係とかなんとかあれば貸すかもしれないですよ。全くこの人を信用して、特に沖縄は貸しませんよ。沖縄はって言うと失礼ですけど、沖縄の人は貸しません。なぜかって言ったら、みんな必死で生きてて、車もいいの持って、みんなも借金してるから、借りれないんですよ。だから、あの、もう諦めてるのと、自分の親とかに行って、貸してくれないもの、ああ、この人に行ってみようかなって思っても、貸してくれないですよ。最初あの人も思ったと思いますけど、あの、弁当をあげてる人がいたんですよ。あの人お金いっぱいあるって言ったんですよ。家も土地も売っていっぱいお金あるって言ったんですよ。だからこの人が何かあったら親父みたいにやってたんで助けてくれるかなってずっとやってあげてました。あの人もあげてました。そしたらいよいよね、あのその人は子供とかもいないんで、あんまりいないと思うんですけど、で、どこどこと誓った、どこどこに金ある、いつも金がある話ばっかりしたんで、何かあったら助けるかなと思って仲良くしてたんですよ。それは何百万とか家くださいじゃないですか。1万2万でも貸してくれる人がいたらいいかなと思って、で、ある時にいっぱい残っててあげたんですよ、私。その人にもういっぱい残ったんで、そこはあの会社だったんで、会社のなんか警備やってる人だったんで、そこであげてくださいって言ったら、なんか気が悪かったんですよね。うちの母ちゃんのこと悪く言ったんですよ。あの人何年もやってて頭おかしいのかって、こんないっぱい作ってて注意した方がいいよって、あんたいつに混ぜてもおかないって、私のために言ったかもしれん。でもあの人は、母ちゃんはない時もあの人が1個弁当買ったら3個あげてたんですよ、いつも2個余った時なんで。ない時もそこら辺でなんか鶏マヨとかいろんなの作って3個にしてあげたんですよ。その人の孫がいたんですよ、2人仕事しない、だから3個必要って言ったら3個あげてたんですよ、ずっと何年もいっぱいあげたんですよ。
なのにもう辞めた頃にはですね、そんな言ったんで、もう私その日頃悪口言うけど、この人の悪口やって嫌じゃないですか、一緒にいる人の。だからもう勘弁してください、もうやりませんからって辞めたんですけど、あれからは一切来ないんですよ、会にも来ないんですよ。普通会に来るぐらいいいじゃないですか。だからそういうもんなんですよ、人間っていっぱい見てきてるんですよ。で、儲かってない時は僕のところには借金もできないんで、夜の仕事させてくださいって5人ぐらいいましたよ。ただ夜の仕事ってですね、売り子の飲み屋に行く仕事なんですけど、借金持ってる人たちは儲かれないんで必死にやってくれるんですよ。で、私はここで作ったもの500円でも持っても、もう10個ぐらい持ってったら5000円儲かるんですよ。20個持ってる人も1日1万円儲かるんですよ。そしたらもうこの辺でなんかお金がなく貧乏みたいな人がいきなりどんどん綺麗になってお金も入ってきたんですよ。で、車もいいの買ったんですよ。そしたらその人たちが自分たちで組んで、私がお金を取るって言ってるんですよ。私は5000円で作ったものを渡してやってるんですけど、この5000円の中にいっぱい利益があってって思う。500円です、500円の中に入ってて、4、5人いるから私の方が儲かってるって言い出してるんですよ、そこが。で、やってる時にやっぱりそういう人たちには来ますよ、ああいう人たちが、危ない人たちが。で、仲良くなって、で、その人たちに私は言われたんですよ。で、辞めました。問い詰められて怖かったんで、本当にやばかったですか、あの時は。もう本当にその、もう組織もの人に言われて辞めました。だから儲かってなくても、儲けさせてもこうなるんで、ああいう時からも赤字になって、で、いろいろあるじゃないですか。自衛隊に入札して儲かって、最初はもうやってくださいって、その少しでいいんでって利益が出たら、で、利益渡してたんですよ。そこには1万とか2万とかで、私のところに入ってくるのが10万とか入ってくるじゃないですか、自衛隊なんで。入ってくるとこれを見て自分でやりたがって、勝手に入れたんです、他のもの。だから私はそれで、あの、向こうで言われたんですよ、車がないのにって。バレてるんでしょう、バラしてるんですよ、多分向こうが。だからもうやめました。なんでお前見てんだよ、見てるのに。なんか怒ってるんですよ、自分のこと言ってると思ってるんですよ。何も言ってませんから、この人もあれですよ、苦しみは味わってないですよ。髪切りますから、髪切ったり、海苔こっちに出しましょうか、この海苔。まずこの人が買ってきたカップラーメン4個ありますよ、そこに。お菓子5個あるじゃないですか。お菓子はパンもあるじゃないですか。誰だこれ、何を。カップラーメン見て、ほら4個上にも2個、ここにもあれがある、冷凍の。どう、動画作りにちょっと持ってるの。毎日あのカップラーメン動画作り見ますか、その動画。ちょっとなんか作ればいいだろっての作らないし、ラーメン作って、はい、動画。だから、あの、一番はですね、借金ってセオリーっていうかないんですよ、助ける方法は。お金貸す方法しか。でも貸してもその人がどんな、貸す条件としてはどっかの会社に勤めて、そこから収入源があって返せますっていう状況だったらいいけど、この会社でよくあるじゃないですか、このマネーの虎とか、あんなことしたら儲かる、誰かに先にやられるから、誰かがやるから私はこれを先にやらないといけないとか言うじゃないですか。例えばハンバーガーのタコライス屋さんの何かをタコライスに入れて、人間ってですね、食べ物ってですね、この人はパクパクパクって言いますけど、鶏マヨとかもパクられてパクられて言うけど、食べ物に、なんか文句言って、声聞こえますか、大きな声で言え、どないだよ、ここで。口で怒っても何度かくれ、これ。もうこれ、電話だったら、そこで文句言ってるんですよ。なんか私悪いこと言ってます。母ちゃんは頑張ってるって言ってるじゃないですか。でも母ちゃんが頑張る、母ちゃんが借金返した、グッドボタン一つ来ないよ。この間のまだ48ぐらいで、あれ母ちゃんは頑張る弁当や。
お前の逃走劇って一つ言ってみ、お前が逃走してなくても逃走劇って言えるじゃん。母ちゃんがやらかした、母ちゃんがお客さんにいじめられた。200ぐらいですよ、俺にとって200ってめっちゃ大きいよ。仕方ないことで伸ばすためには。だから今日は母ちゃんが怒ってぶん殴ったって言うんだけど、あいつが俺にゴム当ててる、母ちゃんが劇でゴム当てるって誰も見ない、勝手にやってるって感じです。物見出すんじゃない、キーキーになってるよ、自転車カンカンのね。またこれ待たなくなったな、もう、もうせっかく借金の話しようと思ったけど、お前はどっちみち私にはそういう解消能力がない。ただこれ死とかも私も思いますけど、破産して何かやり直したら人に頼むぐらいならですよ、そういう制度があるわけですから、その方がいいと思いますよ。私もあるところに行ったらしつこくしつこくその弁護士が破産しなさい破産しなさいって言ったんですよ。まだ頑張って立て直そうとしてって。で俺あんまりにもその人に聞いたんですよ、なんでこんなこと言うんですか、あなたのためですよ、あなた苦しいでしょ、あなたなんとかもう1年半ぐらい前ですよ言われたんで、あそうですかって最初聞いて本ももらってるんですよ、破産の手続き。あんまりにもしつこく言ってくるんで、もういい加減してくれよって、助ける方法はないのかって言ったら、あれ以来一切電話来ない、何も言ってこない。で過払い金とかもいろいろあるんですけど何も言ってきません。じゃあ何ですか、そのあなたを助けたい、あなたが困ってるだろう、あれ絶対違いますよ、自分の利益ですよみんな。だから世の中は助ける人なんかいませんよ、弁護士でも何でも金が入るからやるわけです、みんな自分に利益があるからと思いますよ。私の経験上は毎日電話、毎日じゃないですね、毎日やった人に電話かかってきて、この方法がいいですよ、あなたのためですよ、いろいろ言いましたよ。一回怒ったんですよ、もう忙しい時にもこれ考えると一日がもう目いってしまうから、もうたまにいいから、たまにってどうですかって聞いてください。今せいぜい一生懸命やってて、朝早くから夜遅くまで弁当ってやってますから、どうにか立て直そうって努力してますから。で、その過払い金とかどうなって、そこを触れないんですよ、そういう人たちって。もう破産しなさいって言うんですよ。でもう強く言ったんですよ。助かる方法ないんですけど、破産しかありません。そうですかって。もう考えててくださいって、めっちゃ怒ったんですよ、私が。あれ以来一切来ないです、一切、もう1年半ぐらい経っても一切来ない。その1年半の間、母ちゃんが頑張ってどうにか立て直してます。母ちゃんが めちゃくちゃ頑張ってます、髪も綺麗にして、母ちゃん借金も入れましたよ、十何万かかって、あのローン誰が払うんですか、昨日行きましたよ借金、またこの話は次します、さよなら。